皆さんこんにちは。今日の知っとくは、フルマラソンの距離に誤差はない？の疑問です。マラソンコースは 42.195km ですが、果たして誤差はないものなのでしょうか。以前、琵琶湖毎日マラソンでコースが 40m も長かったことが判明しました。コース制定後に道路の改良工事が行われたことでコースが長くなってしまったのでした。しかし、記録が参考記録になることはありませんでした。これは誤差は生じたものの、コースが長くなる方の誤差だったからです。もし誤差によってコースが短くなったならば、レースの結果は即無効になり、レース結果も参考記録に格下げされます。しかし、長くなる方の誤差は 42.195km の 0.1%、 つまり 42.195m までは認められた範囲内の誤差なのです。マラソンは苦手なので走れませんが、テレビ観戦で応援させていただきます。